はい、ネイルドットコムです。インスタグラムでやってるなんか海外のネイリストさんシリーズ持ってくるんですけれども、今日はねもう本当に探しても探しても見つからなかったこちら、こちらはですねグラスファイバーというものでして、結構ねインスタグラムなんかを見てると海外のネイリストさんかなりこのグラスファイバーを使って長さ出ししてる人が多くいるんですよ。で、どんなものなんだろうと思ってちょっとやってみたいなと思って購入をしてみました。こちらのねグラスファイバーなんですけれども、 Amazon さんでも売ってはいるんですけれども、比較的メルカリさんの方が値段は安かったかなと思います。ネイリスト検定2級とかで使うチップラップで使用する材料の紙になってないバージョンみたいな感じなのかなというふうに勝手に思っています。なので、まあ、強度的な部分っていうのは問題がないんじゃないのかなというふうに思います。今日はねちょっとどんな感じでできるのか皆さんに見ていただきながらやっていきたいと思います。長さ出しってさ、長さ出しってっていうかさ、このさチップって分かりにくいよね、動画だと白飛びしちゃうというか。それではですねやっていきたいと思います。こちらのグレースジェルさんが出しているベースジェル、こちらを、一度塗って硬化をしていきます。私が今回購入したこちらのねグラスファイバーなんですけれども、中をねよく見ていただければこう光の加減とかでわかると思うんですけど、あのまとまってるように見えて全部結構バラバラですね。だから中でこうピーってなっちゃってるやつとかあったりします。結構ねインスタグラムとかで見てるとこう先端だけこうなんかノリみたいな感じでねピッて止まってるタイプとかあったりするんですけど、そういうのはねちょっと見つけられなかったですね。喋ってる間に硬化が終わりました。で硬化が終わったら、もう一度ベースジェルを塗ります。で次は硬化しないです。取り出してみた感じだとこんな感じになっております。もう本当にね落としたらマジで終わりっていう感じで、これをだいたい爪のねこの真ん中ら辺、ベッドの真ん中ら辺に置きます。で広げます。でこれ多分ね一番重要なのここのサイドだと思うので、きちんとサイドまで届くように乗せていきます。こんな感じかな、これでくっついた。でこれで、ベースジェルの上にペタペタっとくっつけて、ここのねサイドがきちんと爪の延長線上に来てること、これがねめちゃめちゃ重要だと思う。それがねロングスカルプとかの欠けの原因になっちゃったりとかすると思うので、サイド必ずここね確認をして必ず来てるかどうかを見てもらって、でライトに入れて硬化をします。30秒で大丈夫かな。すげえ雨降ってきたんだけど急に。雨やば。ここまでできたら次はこのね先端の長さどこまでにするのかをある程度決めてブチッと切っちゃいます。私はこのくらいに設定をしました。ここのラインが爪なので、まあ本当にちょっとって感じかな。ジェラッカーさんのビルダークリアをこんな感じでこの線にの間とかに入れ込む感じで、これってさでもさ裏側もちゃんとこの繊維を止めてあげないと多分削れないよね。ちょっとこっち側も塗っときましょう。で裏側ね厚めに塗りすぎちゃうと多分良くないし、このね地爪の裏に流れちゃっても良くないので、本当に見極めながらさっさっさって感じでね塗ってってください。
で、あとは、表のこうフォルムをね、ちょっとポタッと独特のポテトフォルムですよね、あれね。さあ、あれさ、1個の束多くないって思ってるの私だけなんですかね。インスタグラムで画像で見るよりもマジで1個の束が多すぎる。なんか自分で分けて使っていいものなのかな。でも分けちゃうと結構なんか、なんだろう、一気にねバラバラバラってなっちゃうから、それは良くないのかなとかね思って、結局バラバラにしてないんですけど。全体に塗ることができたらライトに入れて硬化します。はい、硬化が終わった状態こんな感じになっております。未硬化ジェルをね、軽くこう、軽くじゃないな、ガンガンに拭き取ります。未硬化ジェルの拭き取りが終わったら、こちらの180グリッドの、ネイルファイルですね。ここはスポンジファイルじゃなくてネイルファイルでがっつり形を整えていきます。先端からいきます。あ、でもそうですね、そんなに厚みは出さずに成功できたかな。で、先端いったら次サイドですね。サイドの形を整えます。で、サイドの形を整えたら、真ん中のラインでこんな感じで山を意識しながらフォルムをね、真ん中のラインだけまずフォルムを作っていきます。で、作ったらサイドから持ってくる、そこの山に合わせて。このぐらいかな。はい、こんな感じですね。削ってある程度こう形を整えることができたら、ベースジェルを塗ってカラーを塗って仕上げていきます。なので今回はちょっとね、どんな感じなのかっていうのも含めてだったので、このまんま最後はトップジェルを塗って仕上げます。これがね、果たしてどのぐらい目立たないのか、その線なるものが。ちょ、ライト入れるときにね、斜めに入れちゃったから、すごい形がちょっと微妙になっちゃったな。出来上がったものこんな感じですね。やっぱりね、光の入り具合でこのね、見えますね、繊維がすごく。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとね、私動画内で忘れちゃってたんですけど、ピンチを入れてあげた方が綺麗なフォルムができると思います。自分のね、爪にやる場合には全体をこうジェルで埋めた後に30秒ライトで硬化をして、ベタローンって来ないぐらいに硬化をしてもらって、ピンチを入れて60秒硬化っていう感じでね、少しやってもらえた方がいいのかなというふうに思います。まあね、ちょっと好奇心が勝って今回やってはみたんですけど、正直そうですね、やっぱりスカルプチャージェル、こういったね、スカルプチャージェル使ってあげた方が割と簡単なのかなというふうに思いました。人によってやりやすいやりにくいはもちろんあるとは思うので、もうそこら辺はね、皆さんの判断もあるとは思うんですけれども、繊維を埋めるっていうのも少しこう、なんだろうな、なんかジェルの硬さだったりっていうのがちょっと重要なんじゃないのかなと思った部分もあったので、ちょっと興味あるみたいな、私みたいにちょっと興味あるみたいな人は1回分、多分ね、私のこれがそうだと思うんですけど、10本折りとかしてるものたくさんあるので、そういったものを買ってみるといいかもしれないです。今回使用させていただい
った商品ですね、概要欄の方に全て貼らせていただきますので、概要欄の方ぜひチェックしてみてください。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。